速参りたいと思います。2022年、茨城アストロプラネッツで皆様と共に戦う新入団選手の入場となります。まず新入団選手を迎えるため、ゼネラルマネージャー色川監督松坂が壇上に進みます。新入団選手は名前が呼ばれましたらステージ中央へ進み、松坂監督より帽子をかぶらせてもらいます。それでは新入団選手の入場です。背番号11、投手菅谷純也。背番号16、投手倉内義行。背番号17、投手二宮伊咲。背番号19、投手高橋浩二。背番号20、投手高林翔。背番号21、投手清水純人。背番号29、投手森勇輝。背番号42、投手福田直。背番号69、常磐大学出身、投手高橋邦人。ちなみに高校は色川 GM の後輩にあたります。
練習生補習金子隆博。練習生補習藤田空。練習生投手熊田亮。練習生外野手角谷達之。以上22名の選手が本日登壇させていただきました。チームを代表してゼネラルマネージャーの色川斗真よりご挨拶させていただきます。2022年新たなスタートを切るということで、これだけこんな状況の中ですね、多くの方々にお集まりいただきまして感謝申し上げます。本日集まった、今日は20名プラス、今日ちょっと諸事情で欠席をしている2名がおりますけれども、常々、私の方からさまざま発信させていただいておりますけれども、間違いなく次のステージに上がれる存在逸材であるというところは自信を持って言えるメンバーが揃っております。それにプラスですね、今シーズンも残ってくれた、既存のメンバーもいますし、今年は大いに昨年よりもですね、期待していただいてよろしいのかなというところまでやっと来ましたので、本日はご報告申し上げたいというところでございます。これからですね、さらに外国人選手も含めて大所帯になっていくとは思いますけれども、茨城アストロプラネッツは茨城から世界、そして世界から茨城に来ていただいてですね、ここ茨城県に来ると日本で一つしかない世界がここの茨城アストロプラネッツにあると言われるように、認知していただけるように今後も進んでまいりたいと思っております。どうぞ本日は短い時間でございますけれども、大いに楽しんでいただいて、そして今シーズンどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございます。続いて監督の松坂健より皆様へご挨拶と2022シーズンのスローガンを発表いたします。皆さん、本日はお忙しいところ、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。2022年シーズンの監督を務めさせていただきます松坂と申します。よろしくお願い申し上げます。はい、皆さんもうすでにご覧になった通りですね、新入団の選手が、着々と茨城に来てくださって、そしてこれから茨城で、練習キャンプをやって、シーズンを戦っていって成長していく、そして優勝に向かって頑張っていくのが、新しいメンバーが私の後ろに控えている、この選手たちになります。皆さんもですね、もうご覧になってお分かりの通り、私もですね、実は日本人の中では結構大きい方なんですけど、そんな私よりはるかに大きい選手たちもたくさんいるというところで、これだけのサイズ感、スケール感を日本の野球でできるチームは正直なかなかいないというところを我々は自負しているとともにですね、責任がございますので、この選手たち、そして去年から意思を引き継いで残留してくれた、残留というかね、今年も残ってくれた既存の選手たちと共にですね、半年間という短いシーズンになります独立リーグは。その中で一日一日成長し、どん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 新しいことに挑戦をしまして、そして彼らの独立リーグの先のゴールに向かって、我々はずっと駆け抜けてまいります。その中でですね、我々今年茨城アストロプラネッツが2022年シーズンに掲げるスローガンを本日は皆さんの前に発表させていただきたいと思います。さあ、2022年シーズンのスローガンはよろしいですか、皆さん、よろしいですか、発表させていただきます。
2022年シーズンのスローガンはオールアウトです。あ、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、オールアウトですね。これどういう意味かと言いますと、全てを出し切るという意味が込められております。我々はですね、半年間の中でもうどん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 新しいことに挑戦して成長していかなければならないというところで、トレーニングもそうです、練習もそう、試合もそう、そしてこういったイベントでもそうですね、全てを出し切って皆様に評価をしていただくというのが我々の、今年のシーズンになります。なのでですね、ぜひ皆さんもですね、我々がフィールド上で、チーム一丸となってオールアウトできているかというところも、注目してみていただければなと思いますので、変わらぬ5000円、そして、ご指導のほど本年も何卒よろしくお願い申し上げます。監督の松坂でした。よろしくお願いします。それでは新入団選手よりファンの皆様へ一言ずつ挨拶申し上げます。菅谷純也です。出身は福井県で、ポジションはピッチャーです。このチームで優勝するために、ここに来ました。応援の方よろしくお願いします。北海道出身ピッチャーの倉橋俊之です。昨シーズンの終盤からこのチームでお世話になっているので、昨シーズンよりも活躍して今年は必ず NPB 入りしたいと思います。応援よろしくお願いします。名古屋出身の二宮崎です。ポジションはピッチャーです。チームに貢献し、今年は必ず NPB の上位指名されるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。以上です。滋賀県出身の高橋浩二です。ポジションはピッチャーです。現在27歳なんですけど、この年でも NPB 行けるってことを証明しようと思ってます。よろしくお願いします。東京都出身の高林です。紆余曲折あってここに来たんですけど、自分の NPB 行けることを証明したいので頑張るので応援よろしくお願いします。長野県出身の清水純人です。ポジションはピッチャーです。今の現状に満足せず、常に高い意識を持ち、上を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ゆうきです。出身は福岡です。ピッチャーやってます。今年の目標としましては、チームとしては、まずは、地区優勝、そして BC リーグチャンピオン、そして日本一を目標に、やっていきたいと思っています。そして個人としては、NPB への、支配下での指名、そして、100マイルという数字を目指して、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。福岡県出身の菅直です。ポジションはピッチャーで、今年の目標は先発で10勝以上して NPB のドラフトへかかることです。お願いします。宮城県仙台市出身の高橋健人と申します。ポジションは当初やらせていただいております。今年の目標としては、チームの勝利はもちろんのことなんですけど、個人としては10月の NPB ドラフトで指名していただけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。新入団の桜井豊です。出身は沖縄県で、ポジションはキャッチャーです。新入団の中でも身長はちっちゃい方だと思うんですけど、チームとしては大きな存在になれるように頑張ります。そして NPB の世界に行けるように一日一日大事にしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。静岡県出身、高橋俊と申します。ポジションは内野手です。茨城のファンの皆さんに愛されるような選手になるために、元気いっぱいのプレーをお見せしますので、応援よろしくお願いします。北海道から来ました、高橋俊です。ポジションは内野手をやらせてもらってます。茨城から世界へをモットーに、でかいスケールで、見てくださるファンの皆様がワクワクするようなプレイヤーになれるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。来月で25歳になる東京都出身の土井鈴木です。本日は僕たちの顔を見にお越しいただきありがとうございます。
僕の強みは内野手外野手どちらもでき、長距離打者として、しかも走る力を持っているというところです。今年の目標は、走攻守すべてにおいて NPB 即戦力になれるレベルになり、今年のドラフトで NPB に行くことです。今年1年応援よろしくお願いします。サンディエゴ、カリフォルニア、アメリカから来た大塚虎之介です。みんなからはトラと呼んでください。ポジションは外野と内野手です。背はあんまり高くないんですけど、爆発的な力があるのでこれを見てください。ありがとうございます。東京都出身の土田亀です。ポジションは外野手で23歳です。圧倒的数字を残して NPB に試合下でいきたいと思います。応援よろしくお願いします。岐阜県出身の大森です。ポジションは外野を守っています。試合下で NPB に行くという強い覚悟を持ってプレーしたいと思います。よろしくお願いします。秋田県から参りました野中大輝です。ポジションは外野手です。大学4年間お世話になったこの茨城県から、NPB できるように1年間頑張っていきますので応援よろしくお願いします。東京都出身の工藤智弘です。ポジションはピッチャーです。まず練習生から契約選手になって、そして NPB に行けるように頑張るので応援よろしくお願いします。東京都出身、金子貴弘です。ポジションはキャッチャーです。年齢は来年で28になります。散々年齢のことはもう言われてきていますが、皆様に、10月チームとしても個人としても素晴らしい報告ができるように、契約自体はまず練習生なんですけど、いち早く選手契約を勝ち取り、皆様に愛される選手になるよう頑張りますので、1年間応援よろしくお願いします。青森県出身のキャッチャーの藤田空です。今年は、アマチュアナンバーワンキャッチャーと呼ばれるように、一生懸命努力して支配下でNPB に行けるように頑張ります。応援よろしくお願いします。埼玉県出身の熊田亮です。現在練習生契約ですが、いち早く、契約選手を、いただいて、少しでも早く NPB を、NPB に入りたいなと思っております。応援よろしくお願いします。金原達之と申します。宮城県出身です。ポジションは外野手です。自分は生まれた時に、まず病気で生まれました。そこから何度も運動できないと言われて、それでもここまでやってきました。なので逆境は大好物です。練習生契約でも NPB を狙います。よろしくお願いします。それでは2022シーズンの活躍を記念して鏡割りを行います。来福酒造株式会社代表取締役藤村俊文様、一言ご挨拶の方をお願いいたします。ただいま紹介されました来福酒造の、代表藤村と申します。NPB もですね、昨年は最下位の一昨年最下位のチームが翌年優勝ということで、これもですね、来年はぜひ優勝ということを期待しますので、皆さん頑張ってください。お願いします。それでは参ります。1、2、3、よいしょ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。藤村社長、誠にありがとうございました。それでは、続いてファンの皆様からの質問コーナーに、移らせていただきます。それでは質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。松山さん、監督の質問なんですけども、野球の今年の野球の攻撃スタイルだったり守備スタイル、何を重視して戦っていくかを教えていただきたいです。はい、では松坂監督お願いいたします。
はい、ご質問ありがとうございます。まあ、投手なんですけれども、まあ、去年先ほど、議題に上がりました通り、失点率をなるべく抑えようというところもあるんですが、やっぱりですね、我々が常々申し上げている通りですね、選手のピッチャーのスケール感の拡大がまず先に来ますので、当然それが球速になったり、例えば球速を上げていくことだったり、コントロールを良くしていくこと、変化球を良くしていく上でですね、防御率を3点以内に抑えられれば、素晴らしいことなんではないかなというのを目標にしてまいります。打撃の方はですね、BC リーグというのは打高投低のリーグになっておりまして、まあ、要はバッターがみんなすごく打つというリーグなんですね。なので、その打高投低のリーグの中で、圧倒的な、打力を誇るチームにすることをお約束します。なので、バッティングはですね、この冬の間もずっとやってきてまいりましたし、得点力、それから見ていて、あ、なんかかっこいいなこのチームのバッティングはって思っていただけるような、バッティングスタイルに、していきたいと思っております。まあ、それが、投手そして野手が噛み合わさったチームとしてはですね、やっぱりすごくポジティブで明るくて、皆さんが試合見に来たら、あ、今日プラネットの試合行ってよかったなと思っていただけるようなチームにしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。はい、独立リーグで圧倒してもらうのを期待しております。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。はい、お願いします。応援団関東芝原会と申します。この度は皆さんご入団おめでとうございます。選手の皆さんにファンからこういうニックネームで呼んでほしいっていうのがございましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか。はい、菅谷です。特にはないんですけど、下の名前が純也なので、まあ、そう呼んでもらえれば、もしくは純ちゃんでも何でも呼びやすいあれでお願いします。倉内です。自分は何でもいいです。小宮です。二度でお願いします。以上です。高橋浩二です。浩二君でお願いします。高橋です。名前が高橋たけるなので、何でもいいです。名前は清水純太です。純太なので純純と言ってもらえればありがたいです。松下カムです。カムという名前なので、カムかカムかムかカムリンでお願いします。大塚智之です。まあ、トラ、タイガー、何でもいいのでトラかタイガーで呼んでください。ロイ鈴木です。実はロイっていうのがもうニックネームなんで、本名鈴木亮平と言います。なのでロイと呼んでください。高橋拓也です。高橋が多いんで、まあ、TT か、まあ、拓也でお願いします。高橋君です。高橋君とかでお願いします。佐久田豊です。みんなからは佐久とか TJ って呼ばれてるので、どちらでも大丈夫です。高橋健太です。あんまり可愛いニックネームで言われて恥ずかしいので、下の名前でお願いします。福田直です。今までニックネームとかで呼ばれたことがなくて、いつも直とか呼ばれてるんで、直とかっていうか、ファンの中でニックネームとかつけてもらえたらと思います。森幸です。今まで年上年下関係なく、森ちゃんって呼ばれてたんで、森ちゃんでお願いします。大林です。特にはありません。以上です。野中大輝です。大学では、野中の漢字の読み方を書いて、谷中やヤンボーというふうに呼ばれていました。よろしくお願いします。工藤智博です。名字が多いので、工藤か友かでお願いします。森子です。高広で基本タカって呼ばれるんで、タカで統一でお願いします。吉田総合です。下の名前熊田亮です。名字が熊田で、名前より名字の方がインパクトがあると思うので、熊田とか、まあ、熊とか熊ちゃんとか、まあ、呼びやすいように呼んでいただければと思います。田谷達之です。まず覚えにくい名前なんで珍しいんですけど、多分覚えにくいと、あと自分の滑舌も相まってちょっと分かりにくいと思うんです。まず本名を覚えてもらって、まあ、ただやんか、また
じゃあみたいな、そんな感じでお願いします。はい、他に何か、はい、お願いいたします。GM に、広川GM に、質問させてもらいます。先ほど、新入団選手のコメント中か自己紹介で、2人ばかり大変、具体的な目標、話されてました。福田投手が今年の目標10勝ですか、ですね、期待しております。あと森友紀投手は、アストロプラネットを日本一にすると、具体的に100マイルというのは160キロのこと。はい、100マイル160キロを投げるという、具体的な目標、大変に、力強いコメントありがとうございます。それで GM に大変答えにくい質問かも思うんですけど、各ピッチャーと野手でこの選手はもう期待してるという選手を、まあ、皆さん期待してると思うんですけど、特にピッチャーと野手に分けて教えていただければ、まあ、GM がもし答えていただければ監督よろしく、監督が先ほどだいぶ喋れてるんでお疲れかなと思って、 GM できればよろしくお願いします。はい、では GM お答えづらいと思いますが、はい、ありがとうございます。切り返しをお願いします。はい、今お話をちょっとお伺いしながら、監督と今シーズン何勝何敗でいくのかっていう質問かなと思って、まあ、40勝20敗小分けということで、まあ、今年埼玉は38勝で優勝しているそうなので、我々はそれを越した方がいいかなっていうのはあるので、まあ、これは具体的な目標として受け止めてください。で、まあ、NPB だけじゃなくてですね、まあ、新入団選手で何名が次のステージに上がっていくかっていうご質問に関してなんですけども、確かに答えにくいです。でもただ全員共通して自信を持って私の方から言えるのはですね、やっぱり出口が見える選手だから、まあ、うちのチームに来ていただいて次のステージを目指すというチャレンジをしているということは間違いないというところですね。で、あとはそれぞれちょっと個性もまた、ただ速い球が速いだけとか、分かんないですけど、ただ遠くに飛ばすだけとかっていうわけでもないので、まあ、それぞれのですね、持ってる武器をしっかりうちで磨いていただいて、で、まあ、現場の方でですね、フィジカルを強くして、で、試合を通してしっかり経験値を磨いて、まあ、心の成長選手として結果を残していただくと。まあ、ただ NPB に何名来るかっていうところで言うと、まあ、少なくとも、支配下と育成選手ですか、まあ、合わせて5名は送りたいと本当に思ってます。で、プラスですね、具体的に支配下は、まあ、少なくとも3名というところは目指してますので、まあ、10月そこに向けてもうすでに、動き始めてますし、選手それぞれ勇気と覚悟を持ってここの茨城に来ていただいているので、そこは、まあ、我々も責任を持ってですね、最後までやりきりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと回答になってたか分からないですけど、一応松坂の方にも回答していただきますのでお願いします。はい、いつもこういう感じでね、仕事が余ってくるんですけどはい、まあ名前はですね、ちょっとまあ、あれですけれども、やっぱり広川 GM が今申し上げました、5人で3名で育成が、まあ、2名、本当は育成じゃなくてね、全員支配下で送りたいところなんですが、やはり現実的な数字を見ると、まあ、5名かなといったところになってしまいます。で、その選手たちはですね、まあ、我々は本当に全員が違うバックボーンを持っています。まあ、私たちも含めてですね、やっぱりそれぞれが違う環境でやってきて、違う経験をしてきて、順当に行ってきたけど、今はまだここにいる選手だったり、あとはなかなか出ずにですね、ただ我々が才能を見出してここにいる選手も当然いますので、当然年齢もバラバラですし、それぞれのやってきた環境も違います。高卒の子もいれば社会人野球を上がってくる子もいるんですね。その中で、それぞれの適性を見つけて、ごめん輩出したいという回答でもよろしいでしょうか。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。他に何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いいたします。
トラノスク選手に質問なんですけれども、よろしいでしょうか。はい。お父様は中日の一軍のコーチ、投手コーチをしていらっしゃって、ずっと2人で、もう小さい時から二人三脚でこう野球をやってこられて、このアストロプラネッツに入って、チームの役割って言ったらあれだけども、例えば、フードメーカーとか、どんなにしていきたいとか、あと、本人の目標を教えてほしいんですけれども。はい、ちょっと日本語が怪しいので、すみません。まあ、でも、まあ、お父さんは、まあ、メジャーリーグでやって、NPB でやって、まあ、みんなから、次お父さんいるねって言われてるんですけど、まあ、まあ自分は自分の人生行ってるので、まあ、こういうお父さんを目指しているわけではなくて、お父さんを越すことを目指しているので、まあ、自分の目標はいつも高く持ってやろうと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあガッツポーズお願いします。全右手でガッツポーズを笑顔でお願いしますね。はい、ありがとうございました。以上でフォトセッション終了となります。ありがとうございました。それでは最後に監督の松坂健より終わりのご挨拶を申し上げ、本日の会を終了とさせていただきます。はい、じゃあ監督お願いいたします。はい、お待たせいたしました。本日はですね、寒い中、そしてお忙しい中、足を運びいただきまして本当にありがとうございます。我々ですね、この22名の、そして2名のプラス2名ですね、新入団選手を迎えまして、3月のキャンプから9月のシーズン終了まで突っ走ってまいります。まだまだですね、この今の世界の現状としましては、新型コロナウイルスがまだまだ、共存していかなければならない、状況にありまして、我々もできる範囲内で、そしてその中で最大限、できることを考えながら、感染対策に努めまして活動してまいります。今年ですね、2022年はオールアウトというスローガンのもとに、全てを出し切って、この茨城県の中で、茨城アストロプラネッツというプロ野球球団の価値をぜひ皆様に、見せられるように、精進してまいります。そして皆様がそのプラネッツの試合を見る中でですね、あ、今日は球場に行ってよかったな、選手に会えてよかったなと思っていただけるような、強くて愛される球団を本当に作ってまいりますので、引き続き変わらないご声援のほどよろしくお願い申し上げますということで、締めの言葉とさせていただきます。今年もですね、球場でお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。